秋山翔吾は神奈川県横須賀市出身のプロ野球選手。右藤左打 MLB の新種ナティレッズ所属。日本プロ野球におけるシーズン最短打記録保持者。2歳で野球を始め、1995年の卒園文集には野球選手になりたいです。一郎みたいにヒット打ちたいです。と書いていた。 横須賀市立大津小学校に入学した小学1年からソフトボールチームの大津スネークスに入部。コンマ1秒でも早く一塁へ到達するよう右投げ左打ちに変更。左打ちのフォームは父親から指導され小学生時点で大津中学校の陸上部に入れられて中学生と一緒に陸上の練習をさせられるなど厳しく育てられた。 湘南竹山フェニックスでは、投手、捕手、内野手、外野手として活躍し2000年に卒団。小学校卒業文集のタイトルは、プロ野球選手を目指して。横須賀市立大津中学校時代は、横浜金沢シニアに所属していた。さらに陸上部にも所属し、脚力を磨いた。横浜総学館高等学校では1年次から、 レギュラーとなるも、3年夏は、県ベスト8で敗退し、甲子園出場はなかった。秋山は、全国的には無名であったもののドラフト候補にも、その名前が挙げられていた。同校の同期に、北野幸喜がおり、秋山の2学年先輩には後に、プロでも、チームメイトとなる、坂田良がいた。高校卒業後は、八戸大学へ進学し、 北東北大学野球連盟に加盟している、公式野球部へ入部する。大学では一年次の春からレギュラーとなり、春秋連続で、ベストナインを受賞。四年次の春は四番打者を務め勝負強い打撃で、打率、486、14打点を記録。優秀選手賞、首位打者、最多打点、ベストナインの四冠に輝いた。大学の同期には、 塩見孝博一学年後輩には、田代翔太郎がいた。2010年10月28日に行われた、プロ野球ドラフト会議にて埼玉西武ライオンズから3巡目で、指名を受け入団。背番号は、55。2011年7月5日2011年、球団の新人外野手としては、岡村隆則以来30年ぶりとなる、開幕スタメンを迎え、 9番、右翼手で出場、翌日の2戦目には、プロ初アンダ初打点を記録し、3アンダを打った。同年の新人選手の中で、公式戦で最初にアンダを打った。しかし、開幕直後こそ、調子が良かったもののその後、不審に陥り2分落ちを、経験してしまう。7月中盤に最小確保は当初は、右翼手として、栗山匠が怪我の影響で、左翼手に、 コンバートされた後は、中堅守のレギュラーとして固定され、広い守備範囲と強権を生かした、守備面での活躍が目立った。打撃では主に9番あるいは7番を打ち、232と低打率だったが、9月の月間 MVP 候補にノミネートされるなど8月以降は好調であった。2012年は開幕レギュラーが期待されたが、 右大タ部の故障で開幕を2軍で迎えた。その後も2回出場選手登録を抹消されたが、その間に、前年の課題だった打撃面が向上し、1軍にいる間は、チーム事情から1から3番と5番を経験、栗山が離脱してからは2番に固定された。9月5日の福岡ソフトバンクホークス戦では、プロ入り初のさよなら本塁打を打った。また、 規定打席にも初めて到達、打率はリーグ6位の高成績を残した。オフの11月6日に侍ジャパンマッチ2012日本代表 VS キューバ代表の日本代表に選出された。第1戦は守備固めとして出場、第2戦は7番中堅守で先発出場しに出すレ安アンダ球であった。2013年は 中堅守として全試合に先発出場して終盤に代打と交代した一試合を除いてフルイニング出場を果たしゴールデングラブ賞のタイトルを初めて受賞した打撃では6月と8月の月間打率が2割を下回った打順は5月までは主に2番6月は主に1番7月は主に5番で起用されたオフの11月には台湾で行われた 2013ベースボールチャレンジ日本 VS チャイニーズ台北の日本代表に選出された。同チームから浅村坂江と住谷銀人郎も選出された。また、この年には高校3年時から交際していた女性と結婚した。2014年は開幕から3番として起用されたが、打率1割台と打撃不振に陥り、4月24日に 主砲の中村強しなりと入れ替わりで登録を抹消された。一軍復帰後は一番で起用され、5月と6月は月間打率が3割を超えるなど調子を上げていったが、夏場は打率を伸ばせず、下位打線に回り、最終的に本塁打も前年の13本から4本に減った。10月に中村と共に右肘のクリーニング手術を受けた。2015年は、 森友屋のフォームを参考にしたというバットを寝かせて、構えた打撃フォームに変え、開幕から好成績を残す。6月14日、63試合目で100安打を打ち、100安打到達では1994年の一郎、1964年の広瀬義則に次いで、史上3番目の記録になった。6月27日、一郎以来史上2人目となる2ヶ月連続での、 月間40安打を達成した。6月3日の中日ドラゴンズ戦から7月14日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に途切れるまで打った連続試合安打31試合は1979年の高橋義彦による日本最長記録33試合に及ばずも歴代3位体にランクインした。記録が途切れることとなった延長10回裏の第5打席では死球を選び、 結果的に、中村豪也のさよなら3点本塁打を呼び込みチームの連敗を止めるチームプレーとなった。9月13日の対千葉ロッテマリーンズ戦で、先発の元チームメイト、久井秀明から左前に敵地打を打ち、史上7人目となるシーズン200本安打を達成した。9月30日の対オリックスバファローズ戦では1試合5安打を記録し、 マット・マートンの保持するシーズン歴代最多安打記録に並んだ。日本人打者としては歴代単独1位に立ち、翌日10月1日のシーズン最終戦となる対オリックス戦では第3打席にブライアン・バリントンから3塁内野安打を打ち、NPB 新記録となる215安打を達成した。さらに第4打席に3塁打を打ち、最終的に216安打とした。 秋山はこの年にチームで唯一のフルイニング出場を果たした。10月9日には第1回 WBSC プレミア12の日本代表最終ロースター28名に選出された。12月8日に埼玉県の彩りの国スポーツ功労賞を受賞した。2016年2月15日に侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズタイペイの 日本代表26名に選出された。レギュラーシーズンでは、全試合に出場したが、終始打率が3割前後を行き来した。7月18日の千葉ロッテマリーンズ戦でプロ初の2、打席連続本塁打を記録した。10月18日に、侍ジャパン野球オランダ代表野球メキシコ、代表強化試合の日本代表に選出された。 2017年は全試合フルイニング出場を果たし、初めて首位打者のタイトルを獲得した。この年、パリーグ規定打席到達者で打率が3割を超えた、選手は秋山と首位打者のタイトルを競った柳田勇希の2名のみだった。また、本塁打が初めて20本を超えた。2018年5月5日の楽天戦で、 球団体記録となる8試合連続マルチヒットを記録、翌6日の試合で3打数1アンバ3死球で連続記録は途切れた。7月13日のオールスターゲーム第一戦ではオールセントラル先発の松坂大輔から先頭打者本塁打を打ったがオールスターゲームで2年連続先頭打者本塁打を記録したのはプロ野球史上初であった。 9月25日の楽天戦では、自身初の逆転満塁本塁打を記録した。最終的に2年連続で、最多安打のタイトルを獲得した。また3割20本塁打も2年連続でクリアする、東三族打線の切り込み隊長として活躍、西部の10年ぶりの優勝に貢献した。シーズン中の8月には、日米野球の代表に選出され、11月14日の、 第4戦では、これまた自身初となる、ランニング本塁打を記録した。2019年1月に、楽天へ、FA 移籍した、浅村の後任として、キャプテンに指名された。5月に、自身4回目の月間 MVP に選出された。9月26日の楽天との最終戦に、フル出場し、自身初となる5年連続のフルイニング出場を、達した。 2014年から継続中のフルイニング出場を739に更新し、パリーグ記録 NPB 歴代単独2位を記録した。10月29日に海外 FA 権を行使し、メジャー挑戦が発表された。プレミア12にも選出されたが、10月31日の強化試合のカナダ戦で右足に支球を受け骨折。本大会を辞退し、 代替選手として、マルカが追加招集された。2020年1月6日にシンシナティレッズと3年、総額2100万ドルで契約を結んだことが発表された。オプションとして、表彰等の出来高が含まれ、背番号は4。メジャー39弾の中で唯一日本人選手が所属したことがなかったレッズにとって、初めての日本人選手となった。 開幕戦となった7月24日のデトロイトタイガース戦の6回裏に代打でメジャー初出場。ホセシスネロから中前的自打を打ち、メジャー初打席発安打初打点を記録した。8月まで打率、196、出塁率28、282と苦しみ、6から8番の回になることも多くなったが、9月に入ってからはチーム最高の月間打率。 317、出塁率、459を記録するなど一番打者として躍動。チームの7年ぶりとなる、ポストシーズン進出に貢献したものの、シーズンでは、最終的に54試合に出場し、打率、245、0本塁打、9打点、7盗塁、オプス、654の成績に終わった。2021年はキャンプ中に夫人が、 倒木に挟まれる事故に愛入院したため一時離脱。直後に自身も左太もも裏の針で故障者リスト入りし、そのままシーズン開幕を迎える。5月7日にメジャー昇格するが、ニック・カステアーノス、タイラー・ネークウィン、ジェシー・ウィンカーラ・レッズ・ガイア主人が打撃好調だったこともあり、シーズン全体を通して、 途中出場とスタメン起用を繰り返されながら88試合に出場。9月16日の試合で右太もも裏の張りのため、途中交代し、シーズン2度目の故障者リスト入りをすると、復帰することなくそのままシーズンを終えた。最終的に打率、204、12打点、本類打0、2投類にとどまった。パリーグ歴代一、NPB 全体では、 歴代2位の連続フルイニング出場記録を持っている。9次園の流し打ちの回を主張したことがきっかけで、アベレージヒッターに徹する決意が生まれ、年間最短打記録を更新した。50メートル5秒9、一類到達3.88秒の瞬速と遠藤110メートルの強肩を兼ね備える。特にスローイングは、 短い距離での精度には欠けるもののバックホームなどの長距離では力強さを見せ、西部外野陣で一番の強権であると評価されている。2016年シーズンは671打席で、閉札だがわずかにと規定打数に達した野手の中では3位の記録であった。秋山は子供の頃に父親から野球を教わり、清水高之のフォームを真似していたという。 父親は秋山が小学6年の時に病死し、秋山もこのような経験から2015年シーズンから主催試合で一人親家庭を招待しており、それが評価されて2019年度のゴールデンスピリット賞を受賞した。ラジオ好きとしても知られ、移動中にラジコを使い、特に好きだと語る日本放送、オードリーのオールナイトニッポン、TBS ラジオ。 バナナマンのバナナムーンゴールドを聞いている。また、西部時代には、ラジオ単英局である文化放送の、スポーツアナウンサー、松島茂と親しく交流。しかし、レッズの外野手として、プレシーズンゲームで MLB における、対外試合初安打を打った直後に、松島が47歳で死去したため、初安打のボールを、松島の遺族へ急遽届けた。主な愛称は、 うなぎ。これはもともと漫画、天才、バカボンの登場キャラクターである、うなぎ犬に顔が似ているということから、ファン間やチーム内で呼ばれていたものだが、チームに活力を与える、うなぎのような存在になれという、先輩の栗山匠の発案などもあり、ライオンズ公式でうなぎグッズが発売されるなど半ば、公式の愛称となっている。また、その他にも、 同学年の前田健太や、先輩の青木のリチからに、秋と呼ばれている。浦和レッドダイヤモンズの安倍勇樹と親交があり、2021年に、彼が引退会見を開いた際はサプライズで花束を贈呈した。シーズンオフには、毎年ジョブチューンで、野球企画が年末に放送されているが、秋山は、毎年欠かさず出演しており、2019年のオフは、 西部の優勝旅行中に収録があったが、現地ホテルから中継をつないで出演したほか、レッズ遺跡後も出演を続けている。ありがとうございます。